まあでも、アールさんまあもあでるかももね、ね、そういう話時はがね。尽きない人ですよ、本当に。ね。うん、良きにしろ悪きにしろ、あの人は。あだから貴重だよ。存在的には貴重。確かに。うん。いなかったら寂しいなと思うしね。多分その、俺らの抜きさんみたいな感覚なんでしょ？多分。君らの R さんは。どうなんだ。抜きさんは俺もいてもらったら困るから、あの人は。うん。やっぱね、やっぱその、納豆巻き好きでさ、アナゴ巻きまあ大好確かにあきれは最でさ。まあ高だっそったよち系な。だよね、そっち系の。やっぱ抜きジさャんンはいプなだいよと、ね。実況も超うまいしさ。実況前ね。そう。でもさ、あの人の代名詞でさ、実況でさ、小中人形、小中人形、小中中大ってやつがあるのよ。北斗の実況を初めてさせたんだ。でさ、北斗中高下一切ないんだ。ないんだ。なのにも、小中大、小中大って言って、小中人形って言って、で、誰も文句言わないのね。普通はさ、ちょっとさ、ちょっと間違った実況するとムカつくって人もいるじゃん。一切誰も文句言わずに、もうあれは小中人形なんだみたいな感じで、受け入れてくれたもんね。やっぱそれ、抜きさんの力だなと思ったもんね。そうそうそう。でも、やっぱり決して噛まない滑舌と、あと対戦してる人を追い越しちゃう解説？そうそうそう、先になるとなんとかを狙ってるぞとか言ってさ、バラしちゃうからさ。あまりにもあの人、頭の展開早すぎてさ、もう、しかもあの人、早い展開すごい得意だからさ、確かに。そうそうそう。得意だから。もう、実況で追い抜いちゃうと、何回も見てるからさ、あれはおもろいよこれね。は言ったらダメなやつじゃないかと思って。そう。プレイヤーそれできなくなるからね、読まれるから。そうそう。こっそりやろうとしてんのに。そうなんだよ、そうそう。頭わかのる。回転めちゃめちゃ早いよな。むちゃくちゃ早いでしょ。早い。そうあれはむちゃね。くちゃ早い。もうだってゲーム対戦すりゃ分かるじゃん。わかる。違法なスピードだったよ。そう。そう。あいつとその一瀬先生やると絶対勝てないもん。そうか。むちゃくちゃもう、はい、1002、1002、1002、1001、1001とかって。もう超速いもん、あいつ。そうなんだ。絶対もう、まあ、ちょっとあれはでも才能だよね。それで勝ってたからね、やっぱりね。そうだね。うん。あれすごいわ、あいつ。もう本当にそうだよね。ついていけないっていう感じなんだよ。もう、僕も展開に全くついていけませんっていう。そう、気づいたら、あいつに待ち構えられててっていうのがうん、あるね。そう。誘導されて、そうそうそう。うん。早すぎて。俺、03をさ、もう完全にやめたのはもう大貫さんなんだけど、大貫さんのその圧倒的な速さにさ、でもあいつ、もう気持ちよくなるからさ、そこで相手のぶっ放しガードしようとかっていうのはないじゃないですか。とりあえずもう粉々にしてやるっていう感じで来るじゃないですか。俺がもう火つけてって一回最初オリコン発動して殴って、その後一度とも削れずにもう一回画面外連れてかれて、そして殴られてるうちにゲージ溜まって、もう一回ヒーってオリコン放したら、当たって勝ったんですよ。もうそれで、俺、超くだらねえことやってんだなと思って、確かに折り込んでいかないから。そう、完全にオリコン、しかももう完全にもう、やめてーっつってボタンを押しただけだから。話だけで勝ったって。そう、だから逆に言ったら本当にゲームやめさせられたなっていうのがあって。まあ、すごい衝撃的な人でしたけどね。まあ、確かに俺もサード相手で折れましたからね。もう無理だっつって言って。そう、大貫のことを今すごい認めてるやつって、もう過去に絶対おられてるよね。おられてる。そうだね。みんなだから逆に、過去の人たちはみんな大貫やっぱりちょっと図抜けてすごいっていう。やばい。そう。そうなんですよね。あいつ、チュンリーだけが強いかなと思ったら、違くて、サードってこの、ま、第2戦やってたんですよ。サードの第2戦って、そのカードシステムだから強引に、アナログでつけていく方法でやってたんだけど、あいつ最速で、最高段位行っちゃって、で、同段戦しか、ポイントが増えないようになってるから、その、最高段位のやつが来ないと、あいつ対戦できないんですよ。チュンリーで。だから、つまんねえからっつって、剣使い出して、剣使っても、チュンリーと最高段位になっちゃったんですよ。すぐ趣味と一緒。だから、剣使ってもすごかったから、あ、こいつやっぱすげえんだな、つって言って。ってみんな思いました。やっぱチュンリーだけじゃねえわ、みたいな。チュンリーはもちろん、まあ、キャラクターそうやでばしいんだょけど、そう、あ、剣使ってここまで行くのは、やっぱ抜きがすげえんだなって、みたいになってたもん。あれでやっみんなぱ認め圧倒た。的だったよね。いや、でも、サーカイはまだ、追随する人がいましたよ。誰ですか？いや、例えば、KO さんとか。あー、まあ、KO とかね、確かにいましたね。
まあ、この間負けましたけど、デシケン君とかね。デシケンとか、黒田とかね。うん、そうです、そうです。そうそうそう。僕らがやってたゲームは、本当に梅ちゃんと小野家もぶっちぎりだったから。はいはい、他にいなかったんですか？もう。いないですよ。ぶっちぎり。だって次、大吉とかですよ。でも、大吉強かったですよ。ババデミがいた。ああ、まあ、それはババデミさんか。そっか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 。でも、ババデミもう辞めてからは、本当ぶっちぎりでしょ、二人が。へいないよ、梅原もいなかったの、その大貫以外。いなかったね。あ、地球さんは？地球さん。地球さんのことは見たことないね、俺は。その相手として見たことはない。あいいのこれ。それいいの？3位だったじゃん、地球ソドム、地球ソドム。3位じゃん。いや、別に誰が3位でも別に、まあ、一緒だよね。その。そんなに差があったんだ。そう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 。あ、ここ地球さん、よかったねっていう感じ。だからそ地球さんが青汁になったりとかそういう感じだったね。そう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 、地球さんが頑張ったねっていう感じ。大貫だけは一応 敵だったんだけど、まあ、負けるとしたら大貫っていう。だからもう大貫も俺 もう最後三つどもになるんだけど、うん、多分リソース 1割あったのかなみたいな。絶対負けないっていう。なるほどね。確信があったと思うよ、お互い。時間の無駄ぐらいまでだった。そうそうそう。やる意味ある、これ、みたいな。一応、地球、セカンドやってたから、うん、セカンドの中では結構、あ、結構やるんだねっていうやつだったよ。サードも初期はね、結構名前ありましたよね。いやいや、まあ別にあのゲームは結構器用になんでもやってたよね。うんうん、ただ、圧倒的じゃないだって、やっぱり、梅抜きだよ。梅抜きだよ。それはやっぱりさ、当時に桃地くんとかさ、うん、それはいたんだったらまだ話は変わるかもしれないけど、うんうん、それは別にその地球さんがとか、ダイオシがとかっていう、うん、話じゃないかな、単純にその2人は。いやー、本当、俺らの世代ではもう神だよな、2人とも。神、神、神。うん、本当にそう。もう、だって、一先の大会をずっと勝ち続けるんですよ、二人で。確かに、一先だもんな、そうだよな。そうっすよ。そうだ。あげもんだよ。いや、どんだけぶち抜いてたのかって話ですよ。そうだ、俺、そんなやつ煽ったのよ。梅ちゃん、ごめんね、本当に。けど、最近、なんだっけ、グラブルでイオが、すごい今、結果出してて、うん、今、ウィナーズクラブにいるんですけど、はいはい。彼と、まこっちゃんが、誠っていうストフォーでバンログ使ってたやついるんですよ。誠知らない、うん、知らないかな、知ってます、九州でしょ、知ってる、そうそう、九州の、うん。で、彼らがそのディスコードの中で2人でこう、対戦の話をしてるんですよ、同じキャラだから。うんうん、やっぱこいつらすごいなと思いましたね。まだ多分あのゲーム出て、そんなに熟成はまだされてないと思うけど。うんうん、あ、もうこの時点でこんな詰め方するのっていう。うん。うん、あ、そりゃこいつら強いわっていうふうに。うん。梅原さん、二人はどうだったの、その二人は。え、誠さんと飯尾さんはどうだったの、が何、評価、お前の。当時の。あ、え、カペースのとか、いろいろと。うん。まあ、いろいろカペースしか知らないからな。でも、スフォーマンやったじゃない、あなた。ああ、飯尾はね。飯尾とかは。うん。昇竜進行覚えてるよ、いまだに俺。伊予、うん、は、なんか、いや、強かったよ。うん。伊原、眠くない、ね、眠ってるいや、そんなもんないけど、まあまあ、そろそろ寝ようかなとは思ってるけど、うん、うん。いや、まあ、普通に、強かったよ。うん。OK、うん、じゃあ、そろそろ寝よう。いや、なんか、うん。多分その答えにいや答えにくかった、答えにくかった、いや答えにくくはないけど、別になんかそうん、いや普通に、いや強かったよ、もちろん、おお、まあそうだよな、うん、うん、あれだよ、雑談はもう一番盛り上がってるなぐらいのところで切った方がいいよ、多分。そうだね。まあしかもちょうどこれ3時だから、そう、うん、また見たいなって思わせるぐらいが多分、うん、そうだね、そうだね、いやその通りだと思うわ、うん、眠くなっちゃったな、ちょっと。まあでもありがとう、梅ちゃん。楽しいメンツでした、今日も。はいはい。ね、いや、本当にこちらこそ、ありがとうございます。呼んでいただいて。いや、ちょっと、ゴンタ君もあれ、配信始めるんだったら、全然協力するんで。あ、わかりました。ありがとうございます。あ、俺も言ってください。全然協力するんで。はい、ああ、ありがとうございます。はい、やる際は、ぜひ、ご一緒させてください。あ、もちろんです。もちろんです。
はい、OK です。ありがとうございます。はい、ああ、面白かった。じゃあまた、あ、ちなみにこれ、レイドは僕は今日どっちにすればいいんですかね。あ、どちらでも、あの、はい。はい、どちらでも。はい。じゃあちょっと、ミーで決めますよ。はい、ミーで決めてください。お願いします。じゃあ、ディスコーダー切りますね、一体。はい、お疲れ様でした。ありがとう。おやすみなさい。ありがとうございます。はい。